やってきます。今回は九条の大罪より九条大罪を書いていこうかなと思います。弁護士漫画ですね。牛島くんの作者のあの真鍋先生の新作悪徳弁護士みたいな感じに、まあ世間で言われてるというか、まあ正直別に悪徳ではなんもないんですけど、意味合いとしてものすごいお金踏んだくったりとか、弁護士って依頼人のことを実は欺きやすいんですよね。依頼してきた人に対してちょっとその相場より高いお金ふっかけたりとか、なんかまあ不利な条件をそうと知らせずに何かちょろまかすみたいなことっていうのはものすごい実は難しいことじゃないらしくて、そういう弁護士は悪徳弁護士、まあ私利私欲のためになんかいろいろそういうことをしている人は悪徳弁護士だと思うんですけれども、主人公の九条はそういうタイプの弁護士ではないです。ただものすごいこの世間からは、この漫画の世界の世間からは嫌われているらしくて、というのは悪いやつの弁護をするんですよ。普通に別に誰の弁護でもするんですけれども、ただその半グレだったりとかヤクザみたいなやつらの弁護っていうのもちゃんと完璧にこなすっていう。で、衝撃の第1話、まあ実際読んでみてほしいんですけど、多分ツイッターとかで真鍋先生のアカウントとか、まあ、もしくはなんか何かしらのその試し読みみたいなので1話読めると思うんですけれども、結構ひどい事件なんですよね。すごい半端もんの半グレみたいなやつが親子を、自転車に乗ってるお父さんと子供っていうのをひき逃げしちゃって、でもう飲酒もしてるし、なんか脇見運転もしてるし、完全に悪いんですけれども、そいつの弁護をして執行猶予かなんかでその実刑になんないように勝ち取ったみたいな、なんかその、まあ、執行猶予を勝ち取ったみたいな感じで、結局その被害者側っていうのは弁護士をつけなかったせいで、もうすごい、まあ、お父さんは死んでるし、子供も左足切断とかなったりとかして、しかも慰謝料も本当は相当もらえるはずだったのに全然もらえなくてみたいな、もう被害者側からしたらもう散々な結果になって、九条先生を頼ったもうこのうざいヤクザみたいなやつはもうヤッホーもみたいな、浮かれ放題でなんか焼肉でも食いに行きますかみたいな感じっていうような、まあ明らかに悪い加害者っていうのを助けちゃうっていうことで、九条先生はもう最悪の弁護士というか、世間ではめちゃめちゃ嫌われてるし、ネットだったりとか、まあ、ニュース番組だったりでやり玉に挙げられるっていう、まあ、そういう主人公なんですけれども、この九条大罪って名前が、まあ、九条の大罪とちょっとダジャレになってますよね。まあ、まずそこが面白いんですけれども、どういう漢字を書くかというと、間に人と書いて大罪って読むんですけれども、あの京都に大座っていうあの地区があるらしくて、まあ難読漢字ですよね。普通にこんなに簡単な漢字だけれども大座とは読めないですよね。なかなか初見殺しな、まあそういう名前をしてますけど、いやこれがもう本当読んでて1話というか、その事件はめちゃめちゃ胸クソ悪いんですよね。でもうこういう話が続くんだとしたら、まあ確かに面白いけどちょっと胸が痛くなるから読めないなっていう風に僕は思ってたんですよ。ただいきなりクライマックスみたいな感じになるんですよね。次の話だったか忘れましたけど、悪を弁護する九条 VS 九条の先生みたいな、ボス弁だったもう恩師みたいな親みたいな存在の山城雄三っていう弁護士が出てきて、こいつも悪どいんですよ。まあ九条は悪どくないですけど、山城雄三はまあ本当にそれで言うちょっと私利私欲というか、なんか昔借金を作ってその借金チャラにするために結構なんかヤクザとズブズブな関係になっちゃったみたいな、だからもう金に目がくらんでる、まあもう弁護士界の大物みたいな山城雄三だから、なんか構造的に悪 VS 悪みたいな感じになるんですよ。ここがやっぱうまいところというか、まあ面白いところですよね。
なんか1話みたいになんか善人 VS 悪みたいな感じでいい人間を陥れるみたいな展開がずっと続くんだとしたらもう読めないなって僕思ったんですけれども、敵がもうちゃんとなんか悪の親玉みたいなやつ VS 主人公も割とダークサイドに片足突っ込んでるみたいな、この悪 VS 悪の構図がもう誰が痛い目にあっても全然にっこりなんでなんか安心して見れると言いますか、この展開を早めに持ってきたっていうのがなんかめちゃ面白いですね。で僕が今書いてるのはその山城雄三っていうのが、私はあの君のことを、あの九条に対して君のことを子供のように思ってるみたいな、そんな私に盾つく気かみたいな、あの本当の一流の弁護士っていうのはあの法廷でバチバチ戦うようなもんじゃなくて、もう戦う前に話し合いだったりとかで、あの戦う前にもう全てが決まるみたいな、地味に見えるかもしれないけれどもそれがプロフェッショナルだみたいな、だから君が私に盾つくのはやめときなさいみたいなことを持ちかけてくるんですよ、親切心から。まあ本当に気に入られてはいるんですよね、その山城に九条は。だから九条も一回その山城をいろいろなんかその関係があるから山城と対決するっていうのは一回断ってたんですよ、依頼人に。でもちょっといろいろ考え直して、それでまあやっぱりこの山城と戦うことにして、で山城が本当に私と戦う気かみたいな、今だったら取り下げられるぞって言って本当に戦う気なのかに対しての九条がもう全然もう眉一つ動かさずにはいって言うんですよ。そのシーンを書いております。もう胸熱なんですよね、お悪対悪の戦い始まったと思ってめちゃめちゃ興奮しましたね。いやおもろいっすね九条の滞在。今回も僕の考察というかまあ解説ぶちかましてもいいですか。この九条っていう人間がめっちゃ自分の顔触るんですよね。これすごい僕面白いなって思って、まあ触り方はいろいろあるんですけど、なんかその鼻筋をなんか擦ったり撫でたりとか、顎に手当てたりとか、まあ、鼻の下に手を当てたりとか、まあいろんな擦り方、まああとは頬杖ついたりとかパターンはいっぱいあるんですけれども、とにかくもうよく顔を触るんですよ。でこれがまあ多分プロファイラーとかに言わせたらそのどこを触るかとかによっていろいろあるんだと思うんですけれども、なんか鼻を触ったら嘘をついてるとか、おでこ触ったらなんかなんとかかんとかみたいな、そういう触る部位によって心理状態を分析するみたいなあると思うんですけれども、まあ僕はなんかそういうのじゃないのかなっていうふうに思っていて、この人があのこんだけ顔を触るっていうのは、あの九条泰座っていう人間は人にどう思われてもいい人間っていうことなんだと思うんですよね。だって普通の人はあのそんな頻繁に顔触りませんよね。あの一人でいる時だったら別ですけれども、相手が目の前になんか会話してる相手がいる状態であんまりなんかいろいろ自分の顔を触りませんよね。しかもそれが気心の知れた友達とかじゃなくですよ、初対面の人間とか、まあ目上の人間とかと会話してる時にそんなベタ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 顔触る人ってあんまりいないですよね。で、まあこの人はまあもうそもそもその依頼人が来ても机の上に足放り投げてたりとか、ポケットに手突っ込みながら依頼人と会話したりみたいな、まあそういうこともしてるんですけれども、まあ、これって、まあ、僕はもう本当に誰が相手でも全然何にも自分がどう思われようと構いませんよっていうことのポーズだと思うんですよね。まあ自然体と言ってもいいんですけれども、まあこの人まあ屋上でテント暮らししてて、奥さんともなんか全財産を取られた上で別れてたりとか、まあ、ある種無敵の人で失うものがないんですよね。だからもう取り繕う必要もないというか、まあでもある種その顔を触るっていうのは取り繕ってるっちゃ取り繕ってるのかもしれないんですけれども、僕がなんでこんなこのことに対して着目するかっていうと、まあ、この顔触る癖ってまあ人によってはすごい不快に思うじゃないですか。で特に目上の人間とかっていうのが、目下の人間が会話中に自分の顔触りまくってたら絶対注意しますよね。
で僕もね実は何回か注意されたことあるんですよね。この人生今まで生きてきて、もう僕も少し多動気味なところがあるんで、結構その誰と会話する時とかでもすごいなんかいろいろ体が動いちゃったりとか、なんかその顎撫でたりとか、なんかその髪ガシガシって書いたりとか、なんかちょっとなんか落ち着かない時があるんですよね。でこれは、まあ、人生生きてる上ではめっちゃ注意されますね。特にあの体育会系の場所であったりとか、まあ、目上の人間だったりとか、まあ、飲み会とかで年上と話してたりとか、まあ、そういう時とかにも割と注意されることあるんですよね。まあもちろんやめてませんけどこれ多分割と強い意志がいるんですよ、僕の場合ですけど。それそういう風なこと言われても僕は強制しないぞっていう、直さないぞっていう強い意志が必要で、あのだからまあ自分のスタイルを貫き通すためにはまあ割と強い意志が必要なわけで、大学とかでも関西とかから来た人っていうのが東京の大学とかに来て、で4年間ずっと関西弁喋り続けるやつっていうのはもう自分の意志が固いんですよ。普通は最初の1年2年でだんだん東京の言葉に慣れてって関西弁抜けるんですよ。でも大学卒業するまでずっと関西弁を貫くっていうのは、まあ、相当強い意志があるやつはそんな感じなんですよね。でこういう顔触る癖とかこの多動気味な癖っていうのも、まあ、癖って言ってますけど、でもやっぱ生きてるうちに結構人から指摘されてだんだん直してくものだと思うんですよね。僕はなんかあんまりその顔をベタベタ触る人間っていうのをなんか僕ぐらいの年より上でそんなに見たことなくて、だからまあ注意されても直さない強い強靭な意志が必要なんですよね。で多分弁護士だったらもう僕の日じゃないぐらい注意されてると思うんですよ。弁護士も割と体育会系だし、やっぱその先輩弁護士だったりとか依頼人からはやっぱそういう態度は注意されますよね。で実際漫画の中でもこの九条先生結構そのおばちゃんの弁護をするときになんかいろいろ態度を注意されたりとかしてるんですよ。でもそれでも固くなりやめないっていうのはもう本当に強い意志がありますよね。でその感じっていうのが落ち着かなげにそういう顔とか触ってたら、うわこの人ちょっと緊張してんのかなとか不安なのかなとか思いますけれども、こんだけ九条先生みたいに眉一つ動かさず不敵な態度で顔を触りまくるっていうのは、あちょっと天才に見えますよね。だからもう自分は何もそういう相手が誰であり気にしない自然体だし天才なんだぞっていう風なアピールとしての顔触りっていうのがものすごい効果的に、まあ、漫画的演出として効いてるなっていう風に思いました。といったところで今日はおしまいです。お疲れ様でした。